アクタードクター沢井です。体調どうですか？はい、ということで今回は伝説の商品を買いましたのでご紹介します。こちらになります。ルイ・ヴィトンナイキの箱じゃーんっていうのは、冗談でヴィトンとナイキをね買いました。これなんかもう箱からすごくて、なんかベルトがついてすごいっすよ。箱からこれなんかこうモノグラムが箱にこう入ってて、箱からなんかすごいんですよね。ということで開けていきます。これじゃーん、ルイ・ヴィトンナイキエアフォースワン買いました。高かった。これはねすごい高かったです。本当に今までで一番高いスニーカーの買い物かも。値段から定価は34万ぐらいだったかな。でこれ実際に購入したのが105万円です。105万、めっちゃ高い。105万でも安い方なんですよこれ。実は僕サイズが US10 を買ったんですね。 US10 のサイズってストック X とかで見ても150万前後ぐらい基本的にしてるんですよ、どの色も。プラスサイズがねもう全然出てこないんですよ市場に。わりかし小さいサイズはすごい、まあ、メルカリとか出てきてるんですけど、なかなかねこう US10 のサイズ感は出てこないに買ったので、105万ってこう破格の金額、感覚バクってるんだけど、今安い方なんですよ。プラス赤っていうことがあって今回はもう買うしかないと思って買いました。赤を選んだのはシュプリームヴィトンのこうアイテムとかが結構多いから合いそうだなって思って買いました。ガシガシ履いてきますよ。まあ買った経緯はこんな感じかな。まあこんな感じでエアフォースのナイキのマークがあって、ここにバージルっぽいこの緑ね、もうこの緑の感じがバージルって感じなんですよね。でこのエアで、ここのラセットって書いてあるとか、このルイ・ヴィトンのって書いてある、ここ、こういうのがねバージル、とにかく僕バージルめっちゃ好きなんでいいですね。裏はこんな感じです。まあ、裏は普通のエアフォースワンみたいな感じですね。中はこんなナイキのマークとルイ・ヴィトンのマークが、まあ、作り的には基本的にはエアフォースワンって感じなのかな。でもまあ表の部分とかの素材的なものはやっぱり高級感がありますよね。フォースワイン、この白い部分にもモノグラムの柄があったりって感じですね。で付属品もいろいろついてて、まずなんかベルト、箱を押さえてた中でベルトみたいのがついてる、なんかヴィトンって書いてあります。ナイキのマークがついたなんかストラップみたいのがついてて、でこれはなんかどっかこういうバッグとかにつけれそうかなみたいな感じですね。で紐がこんな感じ、2つサブで赤と白で、これもちゃんとね文字書いてあるんですよ。文字書いてある。これもなんか別のシューズにも使いたいなって思うぐらいのアイテムかなと個人的には思って。シューズケースか、シューズケースがついてます。これもねすっげえやっぱ高級感あるんですよ。ヴィトンとナイキの一応ロゴがここについてます。でサイズ感はですね US10 って言ったんですけど、割と履いてて小さいかなって思います。買う人は履いて選んだ方がいいかなって思います。まあ、当然なんですけどこんな高い買い物するからということで、実際履いてみたり周りをこう動画撮ってみたりしたいと思うので、ちょっと見てみましょう。はい、ということでいかがでしたでしょうか。すごいかっこいいっすもうその言葉に尽きるかなみたいな感じ。もし何かご質問とかねあったら、ぜひコメント欄にコメントください。あのオンライン抽選は本当にイラついたのでだからもう意地でも買ってやろうかなと思ってたから、買えてよかったと思いますということで今回はルイ・ヴィトンナイキ紹介してみたでした。じゃあまた会おうな。